餃子1人前、赤お願いします。はい、はい、はい、もつ麻婆2つ。はい、入って。これどのくらい入れてるんですか？ちょっと沸いてから14分、あとは余熱で鶏の水分だけでね、蒸せるように。修行とか行ってないんで、知り合いの厨房に立たせてもらったりぐらい考えて作ってしかないんで、父親が亡くなって、で僕が19ぐらいの時にもう母親一人でやっとったんで、かわいそうだって結婚してからは嫁と3人で配達から始まって、まあ今日まで経緯。これはもう塩と、生姜。画流ですけど、
それで休ませるいう感じですね。Thank you.
動くように努力してる。元気で長生き思ってつで何人前ぐらいなんですかね。120件。
豚まんむすとこです。あったかいのお客さんに見る。
ンタンメン。クロカンタンメン。おいしいです。4番さん、はい、はい、
おいしい？おいしいです。小さい頃からずっと来てて、お姉ちゃんがの離乳食とかもここで初めてご飯食べたところもミラクルなんですよ。個人的にだったら赤タンタンかチャーシュー麺が好きで、寒い時期だったらタンタン麺食べたら暖かくなるしおすすめです。そうなんですね。結構小ぶりだから一口で食べれるぐらいのサイズ で中もお肉がジューシーで衣ももちもちしてて美味しいです。これは焦がしニンニク。これニンニク油。ニンニク油。うん。一番美味しい？これかな。海鮮炒飯。どうもありがとう。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。はい、いらっしゃい。ニラ玉定食。はい、ニラ玉定食。はい、はい、酢豚定食。酢豚定食で、はい、わかりました。はい、もつ、もつ、はいよ。
い、もつまご2つ。はい。はい。まだ。ありがとうございます。あ、そう。トラックドライバーの機関車中部でも夕方雪が雨がとてもよく来てとてもこのメニューを頼みます。ヒドリとこれがもつ煮込み麻婆豆腐かな、はい、うん、大きいゴロゴロもつが入ってて美味しいですよね、うん、辛さとうまさと、うん、なんかスパイスと辛いね、はい、辛くない、うん、ありがとう、気をつけて。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、いらっしゃい。アンタさん、餃子1人前、赤お願いします。はいよ。
どんなんだよ、ご飯が入ってるんだ。いやー美味しそう。半分食べるわな。あThank you.
はい、いらっしゃい。はい、ゆうち。これがあったから、ごちそうさまでした。はい、これ私ので。美味しそう。マーボー持って帰ってくる。すごいになりますね。あとは豚なんかな。全部めっちゃ美味しかった。怒れなかった人もいるから、また来ますね、一緒に。ありがとうございます。またいっぱいできますね。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。知り合いに教えてもらって、美味しいよって教えていただいて、今日初めて食べに来たんですよ。私も初めてでした。めっちゃ美味しかった。お二人とも初めてで、うん、もう一回行きたい。今日ねめっちゃ食べましたよ。今日は赤担々麺、焼き飯、麻婆丼食べました。お持ち帰りで中華ポテトと麻婆と豚まんを、豚まんいっぱい買いましたよ。はい、ちょっと大量に大量購入。13個。おすすめとかありますか？私はやっぱ担々麺めっちゃ美味しかった。今日は赤担々食べたけど、今度黒担々を食べたい。黒今度食べようか。食べようと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとう。ありがとう。卵ふわふわで温まります。天津飯も好きですけど、豚まんがやっぱり一番好きですね。ちょうど大きさが食べやすいサイズで何個でも食べちゃえます。そうなんですね。20個、家で10個食べて知り合いに配ろうかなと思って、冷凍してたらいつでも食べれるんで、ちょっと小腹空いた時に1、2個
食べたりするんです。子供とかにも小腹空いたら食べてよとか言ってて、蒸し鶏一つとクラゲの和え物一つ、餃子が2人前、餃子2人前、ホイコーロー、ホイコーロー、と麻婆豆腐、麻婆豆腐、エビマヨ、エビマヨ、あ、エッパーを、あったかいの3つ、あったかい焼き飯第1つ、はいよ、焼き飯大。おいしいだり。はい。いただきます。Thank you.
になります。美味しそう。でも、待っていい。失礼します。焼き飯大です。普通に食ってもめちゃくちゃうまいですけど、からしと醤油がもっとうまくなります。食べやすいし、一口でその肉にたどり着くんで、まあ満足感はあります。おすすめです。めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。
炊き焼き飯になります。やっぱお客さんね、おいしいとか、また来るわとか、帰ってくれるのが一番ね、それが最高。人気の秘訣っていうか、豚まんが。お客さんね、皮はおいしいって言うんですよ。中身もまあ、肉汁がたっぷりでおいしいっていうのも言ってくれるし、でちょっと小さめなんで食べやすいっていうのもありますし、孫さんが好きやからいうので、お土産でいいのありますね。そうなんですね。サムネ。
サムネに言うとったやん、狂気の鍋でさばき、サムネ、どんなんなになるんやろかとかな聞いとって、女子高生の子が狂気の鍋さばきとかではないレベル。すごいすごい。美味しいです。うまい。新ピーチってみかんの皮を乾燥して、味噌を作るときは手を通して肉汁を飛ばさないといけない。肉汁を飛ばさないと臭みが残る。だれ鶏とか、パンパンチーとか、担々麺、やっぱり自家製ラー油が美味しいですね。いい香りするでしょ。すごい香ります。うん、ラー油真っ赤でしょ。固まらない、肉汁がいっぱいでしょ。これを全部飛ばす。これをザーチャンってね、麻婆系の調味料だよね。
少し高齢かな。汁が煮詰まって油だけになる。音がさーっとしてくるでしょ。これを入れると焦げやすい。甜麺醤とか醤油とか。油が濁ってるんだけど、それがまた透き通ってくる。最初はこういう状態。音がちょっと変わってきたの分かるかな。さっさっと入れると。仕上がりに近くほど焦げちゃうからね。ほとんどもうタレがないんですよ。マグロですね。マグロ。これで完成。残ってないでしょ。アクが強いから色味は。油の中で網にしちゃう。で、砂糖がバーッと浮いてくるんで、一瞬。あの状態は一瞬だから、タイミングずらすと砂糖に戻るし、過ぎると苦くなって、砂糖がまとわりついてるでしょ。はい、オッケー。ここが一番大変なところ。手が熱くてね、だいたい160度ぐらいの雨だから素手でこれほぐさなきゃいけない。ここが一番スピードが固まる寸前がね。
肉団子やから。包丁にまつわりつくから。
鳥、カメ、ツバメ、カニ。修行が、うん、どこですか。六本木の四川飯店、柏、船橋、札幌、六本木4店舗もある。それから新神戸オリエンタルホテルがオープンするんで呼ばれて神戸に来た。そしたら地震にやっちゃって、で家がなくて垂水まで来たんだけど、地震の2年後ぐらいにここをお見せする。それから25年。何年ぐらいで来るやろな。中華だったら中華いい。ずっと昔はね、もうだいたいその道ずっとだもんね。はい、はい、日替わりにマーボー。みんなしゃべしゃべって2歳。そうですね、すごい綺麗ね。孫連れてきて、これで蝶々とかめっちゃ喜んでた。あ、本当やね。よかったけど、蝶々じゃないんだ。お刺身ね、お刺身についてるみんなもらって、ちょんだちょんだ。ピータン、ピータン、ピータンだね。ピータンですね。おしゃれなピータン。
い、すみません。ではないレベル。汁そば、あと焼きそば、ダイスです。中華食べたいなと思ったら清流さんに行きます。間違いないので、唐揚げとチャーハンは絶対頼むんです。
お皿持ってきますね。焼きそば一つ、はい。
海鮮汁そばも美味しいんですよ。マンゴープルみたいです。美味しい、うん、30円のお返しです。どうもすいません、ありがとうございます。ごちそうさまでした。お疲れ出ませんように。ありがとうございます。日替わりいただきました。日替わり春巻きです。あ、春巻きを追加してた。いいよ、ご夫婦やね。ご主人はないけど、冗談が冗談です。うまいですよ。あれものキャリアがちゃう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。お腹いっぱいや。焼きそばです。はい、
お待たせしました。汁なし担々麺です。スープがないの。陳建民さんっていうね、四川省から日本に担々麺を広めたんだけど、日本人はスープがないとダメだって言うんで、でスープ入りの担々麺が主流になってきました。
はい、どうぞ。結構だから長いんですよね。そうですね、二十何年になるので。私も海鮮焼きそばよく食べるけど、今日は寒いからこっちにしようとか、あんまり来へんかったら LINE とか来るし忙しかったりして。1000円。
昔はね、残ってでも仕事したし、練習したし、はいはい、休みの日も出てきたり、憧れもあるし、それもあるし、まあ将来早く給料もらえるようになる、自分で生活できるようになるような。それが大事なんですね。どうぞ。あ、じゃあ何で終わり？何で終わり？よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。どうぞ。鮭、ね、食べてください。甘い。今からあのランチの準備します。熱々焼いて、これも中華鍋と同じ原理なんで、で水入れ、
塩のスープ。あ、お願いします。しないと思うわ。女性のお客さん多いし。そう。ちょうどいいかも。うん。エビあげる準備。
厨房一人です。厨房一人。はい。で、ボール一人。そう。で、この広さですか。普段は少ないけど2人で回してるんで、2人でみんなベテランなんで、2人が3人分頑張ってくれてるんで。はい、お願いします。が美味しかったなっていう話で来たんです。これ焼き飯ですね。焼き飯めっちゃ美味しいです。
濃いめやね。濃いめやな、うん、醤油の感じですね。醤油っぽい感じですか、うん、野菜タンメンとかあと八宝菜とか忙しい時一個一個用意間に合わないんで、こんにちは、どうぞ。2名様です。左手は相手側と左側どうぞ。こんにちは。何人今日？いや、あと2人、あと、親、2人で、2人で、2名様です。左側相手側と左側どうぞ。ランチで、はい。ランチリアンです。ラーメンと野菜タンメン、餃子と天津飯。平日のお昼からビールですか。やっと休みもらいましたから。そうです、早く早くここのね、つぶらを食べたいんですよ。つぶらうまいな。つぶらが美味しいんですよ。俺はもう大概日替わり頼んでる、うん、じゃあ週一で。週一は来てるね。天津麺がうまいね、俺好きやね。今日は醤油ラーメン。あ、今日は醤油ラーメン。日替わりで大体覚えてるから。はい、入れてます。
すごい大きいですね、これ。思ったより大きかった。野菜タンメンです。野菜タンメン。美味しいね。麺が最高。味噌ラーメンとご飯のセットで発泡してます。味噌ラーメンのご飯のセットですか。うん。麺が太麺やから美味しい。これ食べてくださいね、皆さん。これは何ですか？酢豚、酢豚のね、味噌ラーメン。これ系が多いけど。なんやらさ、お姉さん1個食べますか？行く？行っとく？いいんですか？はい、行っとこう。行っとこう。ありがとうございます。はい、お姉さんちょっと。美味しいでしょ？ね？これを僕は毎日食べて仕事をここ頑張るんですよ。650円。日替わりはこれついてないからね、杏仁豆腐は。確認ですか？そうそうそう。いつもお姉さんと喋ったり、お兄さんと喋ったり、マスターと喋ったりして。気ぃついたら常連って言われたから、びっくりした。いや、俺常連じゃないよって言うてんねんけど。からサービス。ほら食べてください。ちょっと少ないけど。ほんだら、ほんだら、お返しに生一丁。生一丁で。これ人のおごりはまたこんなんばっかりやで、これ。勝手に方出しよるんで。
隙間を見て、今の時は仕込み、汗止まらない。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。いらっしゃいますか、どうぞ。はい、你好。はい、你好、你好。是的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 。向変更です。兄、用水でも入ってきたらまたご飯ご飯ご飯おあれ、どれが入りますか。ありがとうございました。お気に入りありがとうございます。またお願いいたします。いつもありがとうございます。いただきます。乾杯。おかにおかに。ありがとうございました。おかに、ありがとうございます。またお願いします。
きでまあ小田原水筒で。はい、メーターロロハのお肉いきます。So nice, huh? Very nice. And shrimp is too big. Nice. Nice. She tawa kimchi jjang. Good. そばと麻婆丼です。ましたね。じゃあ出ます。これがお願いします。あ、出すやつ。すいません、もえめんルーローハンです。是的，是的，你找人辛苦。嗯，好吃的要死。これよりつなかはピーナッツが入ってるから、ピーナッツの味が入ってる。美味しい。美味しい。ソースの味めっちゃいいです。醤油、天津麺と餃子、で餃子セットです。で、担々麺、天津麺どうぞ、すいません。ありがとうございました。お願いいたします。餃子お願いします。ありがとう。手入った。ありがとう。次ありがとうございます。あ、これどこ？Thank you.
願いします。いや、俺らそれは俳優で26番さんのドリンク、もう一回頼むわってサービスしてくれたから、お願いします。いいよ、横浜まで飲んでるよ、言っときますね。あー、危ない、すいません。おでこだまじでお願いします。醤油はそうに届けます。毎回これセットで
担々麺と餃子と唐揚げがついてくるっていうサラリーマンには助かるボリュームメニューです。お願いします。お願いします。じゃあいただきます。いただきます。冷やし担々麺、夏限定なんですよ。7月末から9月の頭ぐらいしかない商品で、ありがとうございました。またお願いいたします。どちらに行かれるんですか？もう一人の子は合流してちょっと話聞きながらさっきコーヒーでも飲もうかな。もしよかったら帰ってきてください。あ、帰ってくると思う、はい、ありがとう、ありがとうございます。完食ですか？うん、美味しかったな。 Everything is done。 美味しい、甘い満足です。ありがとうございま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 す。1日2回着替えなきゃ。1日2回。炭酸水もある。飲む飲む。レガちゃん、炭酸水2つ。大丈夫の？調子大丈夫？調子は？あ、大丈夫。いつもどおきに。ありがとうございました。もうゆっくりする。まだサラダの仕込み。じゃあ、ゴミ箱を変えましょうか。元気ないと無理よ、習慣は。パワーがないと無理。仕事終わってからまた準備行ったり。あ、そうですか。お客さんもよく言われるのが、お兄ちゃんの顔見たいからパワーもらえるかなって言わよく言われるね。そうですね、元気ない人は分からん。はい。もゆめどうぞ。みなさんはどうぞ。もう一回やな。はい、もう一回です。
お盆で持っていくやつは全部漬物がついてます。結構好きな方いられますね、うん、普通になんか大根のお漬物なんですけど違う感じで美味しいって言ってくれる人が。カットしたキャベツもないです。そしたらさっきの白菜2個だけもらって夜もだいたい2人なんで仕事よくできるので。天津飯の卵。あー、ごめんなさい。リサ、後ろボールあります。あら、どっかで見たかな。あら、もしかして帰ってきてしまったんですか。そうや、タコついたわ。またおかえりなさい。ただいま。おかえりなさい。駅前でドトールっていうサテンに撮った。 ありがとう。 どうぞ。あれです、この前は体調悪くて休んでました。あ、そうだった、はい。まあ、薬飲んで頭痛が治るってことが今までなくて、私も。Thank you.
お会計です。ありがとうございます。お兄さんも飲んでよ。飲めるんやった。麦ソーダです、はい、社長ありがとう。よーよー、社長来たぞ。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。いつも汗かいて大変やな。はい、これ一応もやってたやろ。うん、やってくれて。あ、これ飲めるためやったら何でもする。何を作ったの？油そばです。熱々のごま油を上からかけた最高に白飯に合うラーメンです。あれが一番楽しいわ。いやれ食いながらわー焼いた餃子にネギかけて、でポン酢、自己流、適度。食欲ないんで。要は言いますわ。辛くして。うん。最高。すごいわ。これ元気やわ。高いね。夜作るよ、これ。これめっちゃうまい。冷麺。冷麺。うん。これ生ニンニクと。生ニンニク。元気やったらそれ羨ましいよ。すごいっすね、生ニンニク。夜で一人で回してるから。一人なんですか。うん。月曜日から木曜日は私一人外の中も。人間じゃないから私は。人間じゃない。うん、タフやからな。ほんまに。夜も結構あるけど、忙しいから飲めないんで。ネギだけかけてポン酢で。美味しいですよ。さっぱりで。よかったよかった。な変な男騙されたらあかんで。気がおっちゃで騙されるけど。あ、確かに。確かに。すごいっすね。これで1週間分ぐらいあるんで。忙しい時は3日、4日ぐらいでなくなっちゃうことも多いんで。ついにできたんで。あ、セクシーって来たんですか。お休みの間に、ああ休憩の間に予約したんで。ずれた。めっちゃ寝ちゃった。朝帰るまで寝ちゃった。全然行きづらいな。兄に前流すやな。営業は、はい、お二人だけですか。そうそう、忙しいお日帰れって。今何日やね。
明日7月15やな。杏仁豆腐の仕込み。前もてふかしたやつから。板ゼラチン入れ終わったら終わりです。だ。ああ。これも入れたの、これ。ランチセットに杏仁豆腐ついてるんですけど、それの杏仁豆腐。炭酸いる？大丈夫？炭酸入れますか？はい。欲しい時入れてください。はい。これ麻婆豆腐使ったり、担々麺使ってるメニューなんで。私はもう3年ちょっとぐらいですね。大学1年の8月ぐらいから入ったから、もうちょっとで4年目入るぐらいです。学生さんなんですか？そうです、大学生。こんばんは。え、今日何回目ですか？今
応ここ3回目3回目もうまだ次行かなあかんから、はい、エビザアリです。もう分かってるもんだって。分かります、さすがに。3軒行ってきた。じゃあ夜おるって言うからやったら来なあかんやろ。あ、魅力10人かな。うん、みんなすごいよ。可愛いだけじゃなくて、ちゃんとやることはきっちりやる。で、マスターもマスターで、ちゃんとそういうとこ認めてる。もうそれ大好き。はい、すいません、ちょっとお名前とお電話番号をお伺いしていいですか。ここさ、今年入ってから団体結構ちょこちょこ入ってる。この前3月50名、60名今解除したんで、これで来てしまう。こんばんは。
白ご飯半分とカレーチャーハンラミと四川唐辛子炒め。週1ぐらいで来てるのかな。週1で、はい、美味しいんです。そうですねカレーチャーハン、すごいですね。本当に美味しいよね。大丈夫。もうシェアして食べます。スパイスが効いて大人のカレーチャーハンです。段取りしながらやってるんで。ありがとうございます。ありがとう。お昼も飲み物。気をつけて、ありがとう。ここは俺らまでこんだけ年を取ってるのはあかんな、うん、今から本番やで。今から本番ですか。朝まで帰られへんで。ありがとう、ごめんなさい。後輩さんもありがとうございます。ありがとうございます。だってごちそうさまです。美味しかったです。最高です。また来ます。これが安いのよね、お値段が。浜ヶ崎になくとはならないお店です。お疲れ様です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
取り合うね。機械じゃないから餃子。はい、いろんな料理を手作りですよね。そうね。じゃないとわざわざ食べに行きにくいじゃないですか。うちは黒豆、大豆を発酵させて。こんばんは。加藤氏もすぐ出ます。いい玉どうぞ。こんばんは。こちらできたぞ。確か下に貼ってあったんですけど、ね、食べたことないからそれ食べるって上がってきたはずが。イカもプリプリしてて、なかなか美味しいです、ね、日本人でも食べやすいようにはしてるけども、その地元の味っていうのもちゃんと残してるみたいな。どうもありがとうございました。おけに、またお願いいたします。すいません。おけに、どうぞ。こんばんは。気をつけて。またお願いいたします。先頭がらしいためとかに入ってるやつ。学生しながらここのバイトともう一つ掛け持ちの方のバイトをずっとしてるって感じです、ここはずっと大学入ったから入ってるし、ずっとここ終わってから締め作業だけ行ったりとかもするんで。ここ終わってからも。だから夜ここが9時とか10時とかに終わってからすぐそこなんで、はい、そこの店に出勤してラスト入ったりとか、金土日月はほぼここ通しでいてるんで、ずっと働いてます。まだまだこんなに量。お昼過ぎて怖いね。高さ 4.5 センチあった。ってるから。Hello。こんばんは。はい。餃子1人前で。よだれどれ。よだれどれでまー。
とヌーシーロを滑ったカツニです。スイッチやから入れたら全開で、膝でこの調整しながら強火、干し豆腐が全開して、で煮込み料理弱火したりとか、炒め物は全開で強火で炒めるタイプ。
では。2人前かけてますね。お願いします。はい、じゃあそんなとこ行け。お願いします。ごめんなさい。はい。すみません、味噌ラーメンです。来てもらった。こちらです。はい、これで。近くでカフェを立ち上げようとしてまして、その美味しいお店がないかなと。そのカフェのメンバーですか？先々週ぐらいから餃子の口全員だったんでやっと叶いました。たくさん餃子来てますもんね。カフェ生ビールです。よろしくいただいております。生すぐ下げますね。はーい、ちょっと参ります。少々お待ちくださいませ。涙終わり。お願いします。はい、よ。
これで餃子セット、あの麺セットの担々麺のやつ、これラーメン餃子セット担々麺タイプ、野菜炒めの波です。本当にサウナやから、ここは暑すぎなんで、ここで落ち着く。ここサウナは分かるね、すごい暑い、暑いっすね。その中で仕事してるというか、飲むときに私作るから超美味しいよ、生ビール作るよ。また言って、いや俺生ビール作ってあげるから。ああ、そういうこと。でも分からない、本能だ。ありがとう。あ、重いね。重いよ。ユリジンかかってるソース、もう就職大優先って言ってくれてたから、すごい面接しやすきやすかったんですよ、めっちゃ。今は大学なんですか？大学生です。今4回です。4回。もう卒業です。もうちょっとで、ね、うん、あの車のディーラー。あ、車のディーラー決まってるんです。あ、決まってるんですか？はい、へアウディ、はい、車売ります。じゃんじゃん売ります。なんだ待ってます。餃子研究を6人目食べてから。すごいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、気をつけて。はい、またまたお盆明け。はい、はい、またありがとうございます。
お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。頑張ってください。ほとんど常連、ほとんど常連、8割以上毎日必ず常連さん誰か来てくれてるんですごい感謝してますね。それは僕にとってすごい一番のやりがいというか幸せ、それがあるから少々利益が少なくても頑張るぞってなるので、努力になるので、それがいなかったらもう多分もう店閉めると思うんですよね。来てもらうようにサービス面、料理、ボリューム、値段、味、月2000人ぐらい来てるかな。月2000人、2000人が感謝なんですよ。最後のまかないですか？もう毎日食べてる、ほんまに。え？美味しいから食べちゃうんですよ。でめっちゃ太って、一時夜に食べるのを抑えました。料理何作りますか？あれ来た。みよちゃんできたよ。ごめん、ありがとう。カレーチャーハン、カレーチャーハン、元お客さんなんですよ。お父さんがあの不動産の仲介の会社で、ここのお店を仲介して、コロナの時期やったから、はい、バイトめっちゃ減らされてる時期やって、うん、暇やから入れたってみたいな感じで言われた、あもう明日からおいでみたいな感じでずっと続いてるって感じ。人がいいんでね、本当に、うん、よくしてもらってます、うん、常にほんまに働いてます。遊びに行ってるか、学校行ってるか、働いてるかみたいな。あとは今日は居酒屋は出勤休みにしてもらってたんで、そうなんですか。今日も家帰って寝ます。いやもう一日中お疲れ様でした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいわ。あ、自分で取っていいから大丈夫。
よだれ取りよ。まずだ。日本に来る前に日本でシュガリを提供して中国文化を広げようと思ってたんで、来た当初はもう貧乏で一日一食一食して過ごしたんで、貧しかった生活を経験したん でその今の店の当初のコンセプトは安くてボリュームある料理を提供したいなと思ってたんで、あのこの辺の愛は普通はラーメンだけで一杯900円ですよ。80円プラスしてデザート、スープ、ご飯、カレー中おかずもついてる、どこもないよ、そんな値段は。なんかめっちゃそれで儲けようは僕そうじゃないからね。まあそこそこで生活できたら僕はそれで OK なんで、みんなそれで幸せになってくれたらいいなと思って、でこの値段設定します。小さい時も食べたわ。おばあちゃんの好き。あ、ありがとう。キュール、後でいい？いいの？ごめん。いいよ、いいよ、ありがとう。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ、ほんまに今日はありがとうございました。よく頑張ったね。はい。おはようございます。ありがとう。はい、よくいいね。気をつけて。もう一杯で。あ。え、いいですか。飲もう。すみません。飲んで。す。親戚現金で1億円まで、2件。マジですか。